やっぱり都会に来るにつれて景色は日本と似てくる。おしゃれなレストランとかマッサージ店とかお化粧品、ファッションのお店。あの通り、前回ベトナムに来た時、ケトっていう旧正月の時期だったんですけど、その通りがね、すっごい綺麗にもうお祭りのようにライトアップされてて、いつもこんな感じなんだ。いかにケトがベトナム人にとって大切な行事なのかがわかる。あそこに見えるのがビテクスコフィナンシャルタワーです。49階には展望台があって、約1000円で展望台から景色を眺められるみたい。西新宿のビル群をちょっと細長丸っこくした感じ。向こうに行くとね、ホーチミンさんの像があります。押した瞬間青になるのかな、わかんないこのシステム。ここの通りにはおもちゃがたくさん売られてます。すごい、いた、前もいたの、こういう人。もう銅像にしか見えない。すごいよすごいよ。あれみたいだね、ディズニーランドの入り口入ってすぐのところにあるウォルトさんがミッキー連れてる感じ。そっくり。でこうやって何か一発芸をすると、あそこにお金入れる場所があって、みんなお金を入れて、すごいねって。やっぱり人だ、ちゃんと人だった。すごいね。でここは家族連れがいつでも多いみたいで、おもちゃがいろんなところに売ってます。で買ったおもちゃはみんなすごいね、飛ばして遊んでます。プラスチックとかのこういう塊を飛ばすおもちゃがいっぱい売られてて、しょっちゅう飛んでるけど、日本でやったらかなり危ない。人にぶつかってるのもよく見られます。ベトナムではいつどこに行っても食べ物の屋台はあるんですね。ここにもある。あ、ダンスの練習、あ、撮影してるんだ。あ、マックもあるよ。マック朝の7時から夜の12時まで。この通りを歩いてるとミニーちゃんとかチョハッカイとかスパイダーマンとかいろんなキャラクターの人が通って、写真撮らないかいって誘われて、写真を撮ると強制的にお金を取られます。写真を撮ってお金を取られるのか、写真を撮った後に飴あげるよって言われて飴代として取られるのか、ちょっとよくわからないけど。のタイムズスクエアみたいなね、ああいう感じのキャラクターさんがいらっしゃるのは、あ、サクソフィー、あれ、ホーチミンさんいないよ、あれ。あれ、なんでホーチミンさんいない、え、工事中、もしかしてハノイの
ホーチミン廟に行こうとした時もホーチミンさんのご遺体のメンテナンスで中に入れなかったけど、この時期はホーチミンさんメンテナンスする時期なのかな。あー見たかったな。ホーチミンさんがいる予定だった像の後ろに見えるのがホーチミン人民委員会庁舎という、日本でいう国会とかするところなのかな、国会議事堂みたいなところなのかな。でこの通りにいる人みんな楽しそうで、みんな笑顔だよね。ここに遊びに来る人たちもいるんだと思う。ベトナムでは地下鉄が建設されています。北は中国製で、南はなんと日本製、清水前田建設。ただ地下鉄を作り始めてだいぶ経ってるみたいだけど、まあいろいろお金の問題とかなんかいろいろあって全く工事が進んでいない状況だそうです。Yeah.